こんにちは、ミントです。はい、今日もやっていきます。なんか久々すぎてちょっとね、時間空いちゃったんですよね。なんかボタンちゃんが話があるみたいで、どこだったかな、学園だったかな。とボタンちゃんに会いに行きましょう。あ、いたいたいた、ボタンちゃん来たよ。お、なんか空を見つめてる。黄昏れてるんですか、ボタンちゃん。お疲れ様でした夏い懐かしい。団作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶、ダサすぎて逆にありだよねLP 不正発行の件、やばいことになると思ったのにあっさり許された。もう許されてはないけどね、一応ね、きちんと罰は受けてるわけだし。うん、どうなったの。ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャーラだって。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。校長にも、おもだかって人にも、なんかすごく褒められたし、おお、あんたやるねみたいな、素晴らしい才能だとかへえ、よかったじゃないの。呼んどいてごめん、リアルで話すの苦手な、うまく言葉が出てこないし。だけどありがとうございました。ミントポンのおかげでスターダンも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ LP 違ったさすがに違うか。流星群を手に入れた。おお、ありがとう。隕石を相手に落とす、なんか強そうだね。ドラゴンタイプに使うのかな。ミントポンに借り返したい、何かあったら言って。おお、特に機械とかハッキングとか得意分野。ハッキングはもうやめとこうミントポンが困った時は今度はうちが助けるんで。じゃあまたね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おお、なんかちょっと心なしか明るくなった感じするよね。やったー、スターダストストリートクリアー。おお、じゃあこれね、あれですね、正式にっていうか、スターダスト編もクリアということで、よかったー。おお、なんかここなんか写真映えしそうここのところ。そっか、じゃあ今日はそうですよ、ついにネモちゃんのとこ行きます。チャンピオンロード、ここだ。ここから確かこう行けるんだよね。ポケモンリーグ、空を飛ぶ。お、早速あそこに誰か立ってるね。また手持ちのポケモン、スラーちゃん93レベル、アレクサちゃん388、ムラサメ93、モフマル97、バターム89、モッチー88これなら大丈夫でしょう。ちょっと待って、みんな何の技持ってたとかちょっと確認しとこう。アクアジェット、アクアブレイク、アイススミナ、インファイト、まとわりつく、ギガドレイン、ゴーストダイブ。あ、プリンちゃんが炎技ね。炎技冷凍ビーム。あ、竜の波動。うん。で、モッチーが雷の牙を覚えてる。よーし。じゃあ行きますか。お、あの後ろ姿は。ちょっと見覚えあるね。おもだがさん。こんにちは。ミントポンさん。いよいよポケモンリングに挑戦されるのですね。チャンピオンランクになるための最後のテストは？
こちらの建物で行われているのです。ミントポンさんのご健闘を心より祈っております。後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますよ。はい。おお。すいません、じゃあ入ります。ここに、ポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか？はい。グレープアカデミーのミントポンさんですね。お持ちのジムバッジは8個と。はい、それでは面接室でお入りください。そうだ、この前7個の時にちょっと冷やかしできちゃって怒られたんだよね。お帰りくださいみたいな。あ、面接、チリちゃん久しぶり。本日はお越しくださりありがとうございます。どうぞおかけください。面接官のチリです。これよりチャンピオンテストの第一次試験面接テストを行います。はい、お持ちのジムバッジは8個ですよ。8個ちゃんと持ってきましたよ。今回は今からミントポンさんにいくつか質問をさせていただきます。回答によってはその時点でテスト不合格となる場合もございますのでご注意ください。それでは始めます。本日はどのようにしてお越しくださったんですか？空飛ぶタクシーで。ここはまあ正直に答えとこう。現在通われてる学校のお名前を教えてください。グレープアカデミーです。そうでしたね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか？いや、戦うためでしょうか。チャンピオンになるため。質問内容変わったね、この間とね。それ以外ありませんよね。ではチャンピオンになってどうなさるおつもりですか？さらに強くなる。根元勝負する。なんだろう、根元勝負する約束したからね、根本ちゃんとね。8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか？あ、確かね、なんじゃもちゃんところ。発光ジムじゃなかったっけな。発光ジム。ほほう。では、そのジムで勝負したジムリーダーの名前は？なんじゃもちゃんでいいんだよね。いいんだよね。なんじゃもちゃん、なんじゃもなんじゃもって言ってるよね。しっかりと覚えていますね。よかった。ここで間違えてたら舐めとんのかって言われる。なんじゃもさんのポケモンのタイプは覚えてますか？電気。めっちゃ苦戦したの覚えてるから。なんか似合ってきた。素晴らしい。チャンピオンテストにたどり着ける実力をお持ちだということは、ミントポンさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。もう絶対変わってる質問ないよ。その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えてますか？エスラーちゃんだよね。コガモポケモン、水タイプだから。さすがです。今も一緒にいるからね。同じ質問を繰り返させてください。ミントポンさんはチャンピオンになってどうなさるおつもりですか？根本勝負するよ。ダメ？ダメ？すみません、そうでしたね。なんかダメだったこの答え方。それでは最後の質問です。ミントポンさん、ポケモンは好きですか？はい。不合格って言われちゃう？ダメだった。
帰りください。お疲れさん。以上で質問はしまいや。お前はダメって。ミントポンおめでとうさん。一次試験面接テスト合格や。さすがの一発合格、ネモ以来初やないか。え、これ落とされることってあるの？まあ、バッチ7個の時は当然落とされたわけだけど、ネモちゃんのあのね、ネモと戦いたいって質問がダメかと思ったけど。さあ、気持ち切り替えて次の試験や。おー、四天王だ、ついに。その名も実技テスト。実技テスト。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負。激しい戦いになるさかい、しっかり準備してから奥の部屋に住みや。はい、一応レポート取っときますか。レポート、おお、ドキドキする。